はい、月曜日。じゃあ、はい、行きましたから。まあね、月曜日は、どうぞ、まあ、シンプルに大学、登山するんですけど、まあ、登山俺は分かるよ。一緒に。寒いし、別に大学行って、別にもう3回とかだったら何もないから、もう、そういう時は、ダウン着たら、一発 OK。ダウンと黒いパンツでも一発 OK みたいな。っていう、まあ、手抜きコーデやる。手抜きコーデ、手抜きコーデ。圧倒的に。頑張る必要ない。大学。3回は何もない。じゃあ、次僕行きます。僕はね、月曜日は多分、土日に撮りだめした動画を一気に編集してると思うんで、今日は俺でも家出ないです。家で、家で編集で行こうで。なるほどな。リクは。俺は予言ゼミだけ行こうで。だからそんな薄い。予言ゼミだけ行こうで。もう大学そこなんで、うん、もう起きて、もう飯食うて、月曜はなんかオフなんで、基本的に。昼飯食うて、もう予言だけ行く子です、ね、これ。簡単な。パパンって感じ。NEXT!はい、火曜日、4歳だ、これはですね、はい、大学なんですけど、まあ、講義で受けてる時に、まあ、可愛い女の子がいるじゃないですか。その子に、ちょっとでも、焦ってないけど、ちょっとでもちょっと目に入ってほしいがために、ちょっと頑張ってると思って。火曜日、うん、だけ。はい、じゃあ僕は火曜日なんですけど、僕ね、4歳と学校会社なんですけど、学校で学部会社なんですけど、まあ、山の上なんて寒いんですよね、僕らのキャンパスは。だからメイドは4歳の月曜日と一緒で寒さをひたすらしのぎだこうです、ね、ガラガラがいいですね。あったかい、めっちゃあったかい。いや、私はもうあれですよ、朝サッカーだけこうです。学校とかないので、まあ、朝サッカーよう見たこう、よう見るわ。これやんて、これはリュックな。 NEXT!行きやすいしな、これ。はい、水曜日は僕ね、ちょっと、実習の選択ミスで、僕、水曜日実習3限だけあるっていう、謎の3限だけ学校に行くけど、水曜日は学校めちゃくちゃかそってて、1年生しかおらんから、あんまり人に会いたくないな、こうで。うん。俺は、カフェで編集こうで。シンプル。シンプル。カフェで、インブルックに編集するんですよ。今日もいました。NEXT!
金曜日。はい、金曜日。金曜日ってやっぱ大学の、まあ、居酒屋とか近くの居酒屋っていうのがやっぱり盛り上がってるわけです。間違いないね。間違いない。そこら中で合コンが行くわけですよ。そこら中で。そこで。パンサート。これは3人で合コンに行くぞっていう時の講義。なるほど。まあ金曜日。まあ金曜日ね、まあ花金ということで、まあ僕の今日のことは、まあ、いやでも万人受けしか可愛いですところです。なるほどね。まあ、内容は一緒やな。金曜日は多分ね、多くの人もやらせたいなんで、街中も踊ってる。人で、踊ってる。踊ってるってやな。僕は、普段センスやけど、ちょっと古着感出してみたいな、こう。あんまり抜け駆けコーデです。ちょっとだから、見たとコーデ合わせたらさ、だから綺麗めでいったらさ、なんか同じやつがいいんだけど、ちょっとなんかこう、自分のキャラをこう。じゃあ抜け駆けコーデ。抜け駆けコーデ。抜け駆けコーデです。抜け駆けコーデ。ネクスト。これにプラス MacBook って感じで、あ、なるほど、うん、はい、もうこれでね、月火水木金土の日7日間、僕らの1週間コーデ、リアルな1週間コーデだな、もうやってないの、マジでこんなもん、そうやな、で組んでみた感じ、あの服がない、そんな、まあ、全然な、同じ服、正味同じ服、生きていってもバレへんと思うから、うん、全然バレへんから、わかるわかる、ね、人が違かったら、同じ服着てもな。ああ確かに人みたいな、会う人とかに会う人はもうこの前何やったかなみたいなって考えて変えることあるの、確かに感じやから、そんな別に服持たんでもいいよ、3パターンあったら別にいけんじゃん、別にな、長期的にな、会う人がおったらまたあれだけど、うん、だからこれが僕たちのリアルな1週間コーデです。リアル、まあ参考になればまたコメント欄までお待ちしております。あ、まあどれが一番良かったってコメントだけちょっと、あ、ほんまや、そうやな、じゃあコメント欄までどの人の内容のことが一番良かったっていうのをちょっと理由も含めてお願いします。俺らが喜ぶだけやけどな、俺らが喜ぶせーの、うえーこれ抱えたみたいなやつ、結構嬉しいやつ。